なんだ、団長か。何の用だ。挨拶か。団長は挨拶は得意なのか。私は人に挨拶するのが苦手だ。見よう見まねで言ってみたことはあるが、そもそもしてもしなくてもいいものなんだよな。そうか。なるべくならしたくないけどな。人が嫌いなんだ。人と話せない。別にこれは面白いものじゃない。気にするな。じゃあ私はそろそろ行くから。なんだ見たのか。私は人が嫌いだ。だからその興味があるのはおまじないの方だ。その部分を読んでいただけだ。おまじない、要は呪術だ。私はこのスプリングガーデンに伝わる呪術の研究をするのが好きなんだ。それでこの本を読んでいる。何かを一から学ぶには簡単に書かれた本が一番適している。こういった本には人と仲良くなる基本的な方法が分かりやすく載っているんだ。いや、その総合的な研究が必要だからだ。さまざまな視点から物事を見ることは重要だぞ。私はあくまで呪術の研究をしている。そもそも団長はこんなところで何してるんだ。私と話してたって面白くないだろう。面白い、そんなことを言われたのは初めてだ。こんなに私に話しかけてくれる団長の方が面白いと思うけどな。ああ、嬉しくないと言った。嘘に。料理ができた頃だ。そろそろ失礼する。当たり前だ。そのくらいできないでどうする。団長も来るか。なんなら食べさせてやってもいいぞ。着いたぞ団長。アク取るぞ。キャンプ、キャンプをした記憶がないかもしれない。キャンプというのは娯楽みたいなものだ。私が昔山で暮らしていたのは娯楽ではなく生きるためだ。フラワーナイトとなった今はあえてこういう風に外で自然と共に食事をしなくてもいいんだけどな。でもこっちの方がなんだか落ち着くんだ。とは言ってもただ鍋に山菜を突っ込んで蓋して火にかけてるだけだが、別にすごいことをしてるわけじゃない。でもうまいんだよなこれ。じゃあ食べるか。
そうだな、大変だった。山では師匠と二人で暮らしていた。私にこの仮面をくれた人だ。私には顔を隠さなきゃいけない理由があったからな。団長、その仕事とやらはいつ終わる？そうか、気をつけて。団長、こんにちは。いや、こんばんはだな。挨拶というやつだ。この前挨拶から団長との会話が始まったんだ。だからきっと挨拶はした方がいいんだよな。なんで黙ってるんだ。もしかして私、挨拶の使い方間違えたか。驚かさないでくれよ、団長。ああ、そうだ。私がここで待ってたのは、団長と行きたいところがあるからなんだ。私のわがままを聞いてほしい。私と一緒に星を見に行ってほしい。今日は星が綺麗な日なんだ。私にとってはそれくらいのことじゃないんだな。じゃあ、とっておきの場所へ行くぞ。ここは星がよく見える場所なんだ。団長もここに座るといい。流れ星が見たかったんだよ、団長と。私が生まれた村には流星は協調という迷信があったんだ。流れ星があった日に生まれた私は当然村に災いをもたらす子だと思われていた。最初は両親がその事実を隠していてくれたが、隠しきれず明るみに出ると私は海に流されることになった。その時サメに襲われて、両親は私のことをかばって死んだ。それから私は一人で浜へ流れ着いた。どこか遠いところへ来てしまったと思ったんだが、その故郷の村の近くの浜だった。そこで師匠に拾われて、その村の人たちにバレないように顔を隠し山で暮らすことになった。私が流れ星があった日に生まれてしまったばかりに。その流れ星をいい思い出に変えようと思ったからだ。確かにこれまでいろいろなことがあった。笑えないようなことばっかりだ。でも一つだけいいことがあった。それは団長と会えたことだ。たくさん遠回りした。でもそれがあったから今がある。私の中で流れ星は憎い存在だった。理不尽な存在だった。でも団長と会えたことでそれが変わりつつある。だから団長と流れ星を一緒に見たら、流れ星は私にとって吉兆になるんじゃないかってそう思ったんだ。そもそも流れ星が吉兆だなんて決めたのだって所詮は人の都合だしな。私は団長とこうして一緒にいるだけで幸せだ。この幸せな状況で流れ星を見れば、流れ星は幸せな思い出になる。私は流れ星を吉兆にしてみせる。
これは呪術。呪術というと大げさか。大丈夫、団長は呪ったりはしてないから。むしろその逆だな。あの仲良くなるおまじないに書いてあったおまじないだ。手のひらに指で仲良くなりたい人を書く。3回書くんだ。団長、団長、団長という具合にな。それを思い出した時にやってたんだ。うまくいったか？今私は幸せだ。団長と仲良くなれて嬉しい。ずっと仲良くしていたい。これからもよろしくな。